織村花子役の松岡真由です。立正雄役の久保田正孝です。初めて読んだ時めちゃめちゃ面白いし、ぜひやりたいけどやりきれる自信がないって思って、自分のスキルと自分の覚悟ではできないと思ったから、一瞬こうちょっと置きかけたんですけど、できないって思ってるってことは自分のなんか奥の金銭に触れてるってことだから、これチャレンジしないと いけないんじゃないかっていうのは、まあ自分の人生の英語の話ですけど、プラス花子の叫びが、あ、全部知ってんなこれっていう叫びだったから、私が彼女の気持ちを代弁したい、精一杯以上のことをやるからやらせてもらえないだろうかと思いましたね。まあ、石井さんが書き下ろしたっていうところでまずすごく興味があって、2020年にコロナというものが来てから世の中が一変して2年くらい経って、まあいろんな物事って今過ぎ去って、あれ何だったんだろうとかってみんな思ってるけど、なんかどっか口にしちゃいけないというか、なんかそういうところもいい意味でこう愛を込めて皮肉めいている、なんかそのメッセージがすごく散りばめられているのを見たときに、自分も疑問に思ってたこととすごく一致して、その時にすごいこう燃える何かがあったんですよね。台本読んだ時の最初の印象で、言葉のマシンガンみたいなものがやり取りっていうのももちろん面白かったし、まあ、そしてやっぱ兄弟のキャストを聞いた時にもう背筋が伸びる思いだったし、すごくこう挑戦してみたい気持ち、本当にこう正雄ってどこか雲をつかむような役どころだったのもあるんですけど、本当そこがすごく起爆剤になったのが最初の印象です。私がまだ小学校 5,6 年生の時に久保田さんが主演のオーディションに受けたことがあって落ちたんですけど、そのお話をさせてもらったぐらいからなんかいろんなお話をさせていただけるようになって、やっぱ正雄さんってちょっと特殊な人だから、花子としてもこう最初はちょっとツンツンおーって感じなんですけど、同じ感じでしたね。 どんな人なんだろう、ツンツン、そしたら柔軟で軽やかで優しくてすごいフラットで、お芝居へのアプローチの多彩さとすごいこう多面的なのと、やっぱ吸収率がものすごい早いっていうか、監督のすごい微妙なニュアンスもすごく捉えてそこ狙ってくるので、すごいね、あともう近距離も遠距離もいけるというか、なんかイメージなんですけど、すごく微妙なニュアンスをやっぱり出されるのがすごいなっていうのは、まあ、毎日圧倒されてたんですけど、まやちゃんのすごいこう軸の強さと花子の負けん気の強さっていうのがすごいこう一致したところとかが見れてたのは、やっぱ花子を演じるべくして松岡さんがやれたんだなっていう印象でずっといましたね。恐縮です。照れますよね。やっぱり褒めていただいてる期間っていうのは。改めて織村花子役をいただきました松岡真由です。家族の物語と諦められないものを持ってる人の物語と、世の中のこれが普通、これが常識、いやそれなんだよっていう怒りを持った女の子の物語で、なんだろうな、それ誰が決めたんだろうなってことをよくある。今特にみんな思っていることだと思うので、うん、花子とか正雄とか誠一、雄二、お父さんみたいに一生懸命不器用だけど生きているあなたにはきっと届く物語だと思うから、一緒に公開を楽しみにしてください。映画館に行きましょう、一緒に。正雄役の久保田です。この作品は家族の物語でもあるし、愛も詰まっているし、今のこの環境下で塞ぎ込んだ心っていうのを解き放ってくれる何かがこの作品には詰まっている気がしています。やっぱいろんな物事を人は諦めたり、なかったことにしたり、ぶつかることを避けたりして、自分では知らない間に演技をしていたり、すごくそういう本当のこう人間の本質なところをついた作品です。見た方は絶対こう体に稲妻が走るような映画だと思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。